皆さんこんにちは、今回はですねウクライナのキエフで作られたっていう写真編集ソフトルミナールっていうのを紹介します。まあルミナールって何かっていうところなんですけども、 AI 人工知能の、まあ、機械学習的な処理を使って、まあ、今までは手作業でやってたところを、まあ、マニュアルの操作でやってたところをこう人工知能の力を使って編集していくっていう、まあ、写真編集ソフトなんですよ。で、このルミナールを作ってる会社はスカイラムっていう会社で、本社は米国にあるんですけど、もともとニックコレクションとかって Google に買収されたHDR 編集とかのソフトを、まあ、プラグインを作ってた人たちが独立してやってるっぽいんですけど、で本社はアメリカに置いてるらしいんですけど、実際に作ってるのはウクライナのキエフで作ってるらしいんですよね。なのでロシアのウクライナへの侵攻で、ウクライナで働いてる方々は避難をしてるらしいんですけど、まあ、国際問題に関して、まあ、僕個人が、まあ、何とも言える立場ではないんですけど、まあ、ロシアが一方的に悪いみたいな、プーチンが頭おかしいみたいに、で、まあ、それに乗っかるのもちょっと嫌なんですけど、だからその、どっちの国がいいとか悪いとかっていう話じゃなくて、ルミナールを紹介するっていうのが、まあ、僕なりの、できることかな、みたいな、思っております。はい。まあ、やっぱり人の命が犠牲になることなく、早く、平和的に解決することを本当に願ってます。はい。という感じですね。ルミナール、まあ、紹介しますね。スカイラムっていう会社が作ってるんですよね。ここにバナーが出てて、セイブウクライナっていう風な、まあ、ページが出てて、募金とかも募っている感じでございます。はい。ソフトウェアの紹介にしますが、まずルミナール AI っていうのと、ルミナールネオっていう2個あるんですよ。ルミナールネオが最近できたやつで、これ今ルミナール AI のページにいるんですけど、AI 駆動の写真編集ソフトなんですよね。まあ、いろんなことが、できます。なんか AI でできますよっていうことなんですけど、体験版が無料なんですよね、こっちは。で、対して、ルミナールネオっていうのが、無料版はないんですよね。まあ、買い切りだと、1万円弱。はい。で、サブスクリプションだと、ちょっと安いんですよ。まあ、1年間使えるってやつですね。で、AI とネオって、まあ、何が違うのかっていう、細かいところはいっぱい違うところがあるんですけど、ざっくり言うと、まあ、ルミナル AI はまず体験版があって無料で、まずは触るだけは使えるっていうところなんですよね。で、ネオの違うところはこのレイヤー機能なんですよね。だから複数の画像を結合するとか、補正を重ねるとかって、そういう高度なことができるっていうのが、まあ、ざっくりとした、違いでございます。あと、こう、背景除去とか、まあ、埃の削除。あと、電線の削除とかっていうことができるっていう。あと、このボケのエミュレーションも、これ画像から 3D 処理で、こういうことができるっていうことなんですよ。で、フォトショップと連携して使えるっぽいんで、だいぶこう、プロフェッショナル向けっていうか、本格的にこうじっくりやりたいっていう時は、ネオ。で、そうじゃなくて、こう、毎日ちょっとしたやつを、ちょっといい感じにしたいとか、プリセット使いたいとか、そういうところで、そういうところは AI っていう形になります。っていうのが、まあ、ざっくりした違いになります。そしたら、これから、AI とネオ、それぞれ本当にダウンロードして、どんな感じかっていうのを見てみましょうっていうところで、いってみます。まず、適当にですね、写真を撮ります。はい、リライトとかするので、なんか、照明がね、やっぱりこう、失敗しちゃったなっていうのを一枚作ろうと思うんで、これ消します。一応こんな形で、ローで撮りました。はい。これをですね、まあ、ルミナル AI 立ち上げたんで、画像追加っていうところで、まあ、ドラッグアドドロップで今行けましたね。はい。まあ、こんな感じで、まあ、顔はっきり言って暗いよねっていうところで、これをですね、もう直したいなっていう感じなんですよね。で、ここに、カタログ、テンプレート、編集、エクスポートっていう形の、まあ、メニューがあって、まあ、左から順番にこう進んでいくような感じだと思います。テンプレートっていうのが結構ありますね。ちょっとこれ実験的いってみましょうか。焼けたフィルム。なるほど。モノクロームとかにしてますかね。エレガントマット、ソウルフル。
ていう感じで、こうテンプレートがまずいっぱいあるから、サクッとやりたいとき、サクッといい感じにできる方向性なんだなっていうのが分かりますよね、このテンプレート。これとか結構ストリート劇場、ちょっとストリート劇場ってなんだって感じですけど、結構かっこいい感じにはなる感じではありますね。で、結構基本的なところが、まあ、スマホアプリ的な感じで、こんな感じで並んでて、で、まず、ここの顔が全然暗いよねっていうところだと思います、まず。なので、フェイスですかね。フェイスライト AI って言いますか。はいはい。なるほど。あ、なるほど。顔だけ明るくなるっていう感じですね。で、スリムフェイス言ってみますか。スリムにもしますか。スリムフェイス言ってみますか。ちょっとだけ。だから結構、今までスマホアプリとかだと結構こういう顔補正的なやつは、自動補正的なやついっぱいあったと思うんですけど、カメラで使うっていう時にも、こういうサクッとした機能がついた編集ソフトが、出てきたって感じですね。アイリスフレ、目を大きくする。これね、やりすぎると、やっぱり失敗すると思うんで、本当にちょっとこういう、入れたりしてね。ちょっとこう、熊の除去とかもあるんで、熊の除去しますか。眉毛の改善とかも、なんか結構、女の子は結構嬉しいかもしれないですね。こういうのあった。やっぱね、結構最近のそのスマホの、TikTok もそうですけど、ライブ配信アプリとかも、やっぱ補正効くから、こう、ちょっといいじゃないですか。メイクしてなくても、ちょっといい感じに、少なくともこう汚くはならないみたいな。ちょっと綺麗にしてもらえるんで、結構ね、肌とかね、僕はもうカスみたいな肌なんで、それはね、いつもは動画では、なんかこう肌がカスみたいに見えないように、若干フォーカス甘くしたりとか、ソフト、ダヴィンチレゾルブでソフトにしたりとかしてるんですけど、実は。まあこれも解像度、そんな高いレンズじゃないから、まだマシなんですけど、買います。スキンをちょっとですね。適用0だとこれで、100だとこれなんで、まあもわってしましたね。ちょっともわってしました。ちょっとかけましょうか、スキンを。これでオンオフしてみると、まあもともとこれテンプレートでグレインつけちゃったんで、まあでもこんぐらいで、ここもちょっと、これを消去したいです。ちょっと待たなきゃいけないですね。ちょっと処理時間かかります。消去したいです。できたのかな？あ、できた。はい。今できた。ちょっと、ワンクッションありますね。AI は。これ、M1 Pro なんですけど、この Mac は。そしたら、このポートレートボケイって言いますか。気に100つけてみますか。あ、来た。なんか、ワンクッションある感じですね。ただ、ありなしで比較すると、なしですね。ありですね。あ、なるほど。こうやってドラッグすると選択範囲がこう見る。結構髪の毛も、まあ、はみ毛とかはあんまない方だと思うんですけど、結構サクッといけますね。はい。これボディ AI とかもあるんで、体型変えられる。あ、これ細くなった。はい。太くなった。はい。まあ、もともとものすごいこれフィッシュアイで撮ってるんで、ディストーションがちょっと、あれなんで、このボディ AI はちょっと、どっちかっていうとこう、太くした方が。で、まあ、こういう太陽光線とかもあるんですよね。ツールってところの。ここの、こう実は外からすごいことになってましたみたいな。はい、で太陽光線を今つけたらこっち側のシャドウが強くなりましたね。まあこんな感じでまとめますと、
まずテンプレートが結構いっぱいあって、それどっちかというとデフォルトではたくさん使いましょう的なインターフェースになって、で編集機能で言うとおそらく、スマホのアプリとかで、まあ、肌補正とかそういう周りのエフェクトとかそういう周りの機能とか、スマホアプリって結構早かったですよね、いろんなもの、あの肌綺麗みたいなやつも。でそういうのが、より本格的なユースで、どっちかっていうとあのプロはマニュアルで全部できててそれやってたんだけど、そうじゃない人、スマホからステップアップした人がなんか今までと同じアプリでできてたことをそのままこっちでもできますよみたいな感じかなと思います。あの U ライクとか綺麗に撮れるとか、そういう感じの、そういうイメージをあの僕は思いました。はい、なんだろうな、まあこう本格的にライトリウム使い慣れてるとか、フォトショップゴリゴリでレタッチしますみたいな方はちょっと AI ではない、少なくとも AI ではない。ただ時短したい、やっぱりこう疲れるじゃないですか、編集しっかりしようとすると時間もかかるしって時に、あの時短したい、もっとなんかブログとかにアップするやつなんだよねみたいな時に、あの有用だと思いますね、これはね。早いと思います。要するにもう結構ライトルームでもプリセットとかよく売ってんじゃないですか、そういうのを使ってる方多いと思うんですけど、それ系は結構充実しているから、それから、肌、スキン綺麗にするとか、ちょっとした時に、まあ、一瞬でできるわけじゃないですか。っていう速さがあると思います。サクッと頭を使わず、労力を使わずに、直感的にね、そういうところが、いいところかなと。ルミナル AI のいいところかなと思います。じゃあですね、今度は、ルミナルネオですね、使ってみようかなと思うんですけど、これ無料版がないので、もう購入します、今。で1回の買い切り でサブスクリプションが、まあ、ちょっと安いっていう感じなのか、ちょっとキャンペーンかなんか分かんないですけど、ソウルフルパノラマと普通のやつで9580円でいきます。じゃあ購入したので、まあ、どこに行けばいいんですかね。はいはいはい、そしたらログインするんですね、購入した時のパスワード、メールアドレスとパスワードから、それでダウンロードします。会員画面でログインするとダウンロードとかアドオン管理とか、あとはパソコン2台使いたい場合だったらそっちの用のやつとかが手に入るっていう感じです。インストールが終わりました。でルミナールシェア、ルミナールネオのモバイル共有アシスタントをダウンロード、セットでスマホのアプリがなんかあるっぽいですね。もしかしてあれか、ルミナスマホからの同期ができるのかな。ルミナルネオプラグイン最新版利用可能、利用中プラグイン自動的アップデート、はいっていう感じで、ルミナルネオの画面が来ました。なので同じ写真を追加しましょうか。編集画面がこっちはなんかテンプレートっていうタブがあったんですけど、カタログテンプレート編集エクスポートだったんですけど、こっちはカタログ編集っていう感じになってます。で一応プリセットとかも AI で使えるやつは全部使える感じがあります。はい、で編集とツールで、あ、こっちにレイヤーのパネルがあるな。やっぱりこのレイヤーが使えるか使えないかっていうところが最も一番違うところなのかな。あとその現像でカメラプロファイルっていうのが、まあ、Adobe スタンダードとかも使えるし、DCP プロファイルを呼び込めばそこからも行けるっていう感じですね。リライト、スカイ、アトモスフィア、この辺も全部一緒だな。で編集をやったとやつのこの履歴が出てくる、ネオでは。こっちは履歴はですね出てこないで、まあやり直したりしない感じっていうんですか、それぞれやった操作を消すことはできるんですけど、こっちはこうさっきカメラプロファイルちょこっとつけて、まあ、補正何もしてないけどいじって、で、消去やりましたっていう、で、消去やり直したいですって時に、こっちに履歴が出るのが AI と違うところです。うん。リライトが違うですね。リライトが近くと遠くがある。近くの明るさ、遠くの明るさ、あ、これなるほど、やりすぎるとちょっとこう
まあこれはちょっとあれだとしても、やりすぎるとちょっとこう嘘っぽくなっていくんですけど、 CG っぽくなっていくんですけど、ちょこっとやる分にはもしかしたらこれはいいかもしれないですね。だ円形と統計っていうのを自動的にこう人物とそうじゃないのっていうのをもう勝手にこっちはこう分かってるんですね。それでこう切り分けて、もうすでに切り分けられているっていう形なんです、うん、であとスカイ AI っていうのは特徴的なルミナルネオのやつで、もろもろの編集した項目っていうのがこっちに溜まっていって、今8個までありましたよ。でちょっとこうボケとリライト、ちょっとこれ嘘っぽすぎるかなって時にやっぱやめますもできますし、こうちょっと減らしてっていう処理を重ねていく、凝った編集っていう時にこれは効果を発揮するはずですね。はい、まとめると、 AI とネオの違いは複数の画像でレイヤーっていうのをつけられるかどうかってことですね。こうフレアをつけたいだとか、こうライトリークとか結構よく使うと思うんですけど、サクッと、まあ、ちょっとすごいことになってるんですけど、こういうのができるってことですね。だからレイヤーが使えるっていうのが一つと、あとこのツールの方のオブジェクト除去っていうのが、電線除去、ホコリ除去っていうのが違う、あるなしで違う。でリライトの近くの明るさ、遠くの明るさが違う。こっちはフェイスっていう風になってるんですよね。こっちはね、だからよりなんていうんだ、こう直感的。こっちは別にフェイスじゃなくても近いのと明るいのとで輝度を変えられる。もうよく使うと思います、これ、リライトは。で、これはちょっと空が映ってないんであれなんですけど、スカイを、曇りを晴れにできるってことですね。昼間を夕方にできるっていう感じ。で、それらの履歴がこういう風に保存されるっていう感じかな。はい。あと、スマホと連動するのがネオの方にはあるっていう感じ。その辺が、まあ、ルミナールと AI をの違いっていう感じですかね。皆さんへのおすすめ度としましてはですね、まず、ルミナール AI をダウンロードしてサクッと使ってみるのがもしかしたらいいかなと思います。で、ライトルームとかフォトショップって結構だるいんですよね。で、結構、僕はこういう、まあ、画像の編集というか動画の編集の方がいつもやってるんですけど、ダヴィンチリゾルブのカラーページで静止画を編集したいなって思うことがたくさんあってですね。ライトルームとか、こう、フォトショップ、あんまりこう、まあ、熟達もしてないですし、特にサクって使ってみたいなって時に AI、まず使ってみるのいいかなと思います。はい。っていう感じでですね、ルミナールの紹介でございました。はい。まあ、もし、心ある方は、この情勢からですね、まあ、もちろん特定のウクライナのその政府の方に募金するっていう窓口もあると思いますけど、まあ、ルミナールをこう買って応援しよう。そうすると、一応自分にもこう返ってくるものがすぐあるんで、そういう方法も もしかしたらいいんじゃないかなっていう、ことでございました。はい、こちらのチャンネルではアート、ライフ、ミュージックのテーマで動画をお送りしております。まあ、もうちょっとこういじってみて、何か発見するところがあったら、別の動画をルミナールでまた出そうかなと思っております。それではまた。